はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっとアメリカの取引所ですかね、量子関連でちょっと大きなニュースが一つあって、えっと、ザパタコンピューティングってハーバード大学数発の企業が、まあ、どうやらちょっと倒産したらしいですね。で、株価が最近結構低迷してて、 も、えー、ともと10ドルとか、マックスで13.6ドルだったのが、今0.23ドルになっていて、時価総額ももう15億円ぐらいしかないっていう企業ですね。で、上場したのが、まあ、おそらく今年の3月なんで、なんでまあ半年ぐらいでっていうことですね、7ヶ月ぐらいっていう感じですね。で、まあ、売り上げも年間がだいたい まあ10億円ぐらいの規模だったと思うんですけど、まあ結構やっぱ赤字がかさんじゃうんで、まあちょっとかなり厳しいということだと思います。で、ザパタ自体は、えっ、ー、と、ナスダックですかね、に、えー、と上場していて、で、まあちょっと量子コンピューター業界でザパータ、詳しい、量子、詳しい人はザパタっていうと、まあ簡単に言うとですね、ザパタって何かっていうと、まあ、ハバド大学の あのベンチャーなんですけど、まあ、今世界中で量子コンピューターの,あのアルゴリズムで一番重要な VQE ってアルゴリズムあるんですけど、そこを開発したまあ企業ですね。で簡単に言うと、まあ、すっごい簡単に言うと、世界の,あの量子コンピューターソフトウェアのまあ一番トップの企業です。だからまあ上場してるんですけど、まあ、そこが倒産ということで、まあ、すごいニュースかっていうと、 まぁちょっとやっぱなんか少し量子コンピューター業界冬っていう認識が強かったんで、あのー、だったんですけど、まぁ、あ、結局やっぱちょっとダメだったよねっていう感じになっちゃいました。で、あんまりちょっと早くしかいないですよ僕僕友達が結構あそこに行って <laughs>、で、ザパタコンピューティングをそ,そもそもあの創業した、えー のののがその僕の友達なんですけどなんでちょっとあの残念だなっていう感じですね。で、まあただもうこれはしょうがなくて、もう量子コンピューター業界って今も全くソフトウェアがないんですよね。なので、あの、量子コンピューターをやる、ソフトウェアやるっていうこと自体がもう地獄への入り口みたいになってるんで <laughs>、あの、企業としても、あの、量子コンピューターに関わってるって ところ多いと思うんですけど、まあそれはもうそれはやった方がいいっていうのは間違いないです。ただ、それを本業にする必要があるかっていうと、私たちみたいなあのベンチャー企業がリスク取ってやることであって、一般の企業が、まあ、そういった量子コンピューターのところに本格的に問いかかるっていうのは、まあ、とんでもないリスクに今なっています。で、まあきっかけはすごい何回もこの動画でも説明したんですけど、2023年末に <laughs>、 まあ、キュエラが、あのー、まあ謝てるです、誤り定数部分的にっていうことですけど、まあ、やってからは、ますますソフトウェアも、その、量子古典ハイブリッドってところが、まあ、もう、淘汰されてしまって、まあ、正直、海外も今、は量子コンピューターソフトウェア企業って、小粒以外ほとんどないんじゃないですかね。で、昔は、その、カナダのワンキュービットって、バンクーバーの会社だったり、それこそ、ボストンのザパタだったり、 あのー、サンフランシスコの方の QC ウェアだったり、あと、欧州だと、まあ CQC とかだったんですけど、全部なくなっちゃったんで、<laughs> QC ウェアは残ってますけど、QC ウェアは多分あの収益源って、あの、イベントなんで Q2B っていう、まあ、イベント運営会社みたいになっちゃってて、きちっと量子コンピュータのソフトウェアを開発してる欧米企業っていう、まあなくなっちゃったんですよね。 理由はシンプルで、もう量子コンピューターのソフトウェア自体がちょっとまだあの実用化は難しいんで、やっと意味ないっていう感じですね。で、まあ、大学とか研究所で細々とやるっていうタームに入っていて、今世界中ではあの次世代のハードウェア作りっていうことで、まあ、次のハードウェアを作るための、まあ、準備というか、まあ、あの作られてるっていう感じになってます。 なので、量子コンピュータ業界も、まあ、現状はしばらくは多分ソフトウェアないと思いますね。なので、多分やることがないっていうか、なんとなく今までやってきたことの延長線上をなんとなくやるっていう以外なくて、まあ、かなり欧米でも、まあ、大手、メガベンチャーと呼ばれてたところのソフトウェアは、まあ、全部なくなっちゃいましたね。で、あのー、そうですね、CQC とかってイギリスにあったんですけど、これもコンティニアムっつって、 ハネウエルのハードウェアと一緒になっちゃったんですし、まあ、ザパタ今回なくなっちゃった。QC ウェアもあ,ありますけど、イベント運営会社だし、まあ、量子コンピューターのソフトウェアを本格的にやってる欧米企業って、まあ、多分ないんですよね。で、今、調子がいいのはやっぱそのミドルウェアとか、あとハードウェアの制御系だったり、まあ、イスラエルのコンタマシーンだったり、あといや、コンタマシンだっけな、そうですね。あと、 まあ調子いいのが多分オーストラリアの旧コントロールとか、まあ、結構目星あのいい企業っていうのは出てきてるんですけど軒、まあ、並みハードウェアなんで、まあ、いかに量子コンピューターのハードウェアを作るかっていうところが、まあ、一つの焦点になっていて、まあ、その上で動くソフトウェアの,あの探索っていうのは、まあ、全世界的には一旦あのちょっとこれで店じまいかなっていう雰囲気はありますでうちの方でも あのつい先日、受託作業、事業を全部終了したんですけど、まあ、企業側も発注しても、量子コンピューターのソフトウェアに関しては、まあ、特にいいことはあんまないと思うんで、まあ、そこはちょっと割り切っちゃった方が、まあ、あの、マイナスが、赤字が減るんじゃないかなと思います。はい。で、ちょっとなんで、今回ちょっと残念ですけど、やっぱ全世界的な、で、量子の冬と言われる、まあ、量子コンピューター関連のソフトウェアですね、特に。 に関して、まあ、特にあのやったところで意味がないという状況、もう本当に低迷するっていう時期で,で、正直現状、ハードウェアがまだできてないんで、次のソフトウェアっていうのはちょっと、ま、完全に見込まれてなくて、全く何もない状態ですね。なので、本当に全く何もないんで、<laughs> それはもう本当割り切るしかないっていうか、別に僕、うちらが何かやったところで世界が動くわけじゃないし、 ハードウェアが出てきてこないと、まあ、まずちょっと無理なんで、まあそういった意味でも、まあちょっと、まあまだしばらくですね、ソフトウェアに関しては、あの、学習ですね、の教育の方の最近動画出してますけど、まあ学習面できちっと学習していただければ、まあ将来的には十分備えができるような環境になってきたんじゃないかなということで、まあ今のうちに、あの、勉強しておくというところで、 まあ次の波に備えて、まあ準備しておくのがいいかなと思います。はい。じゃあ今回は以上です。